ね、初めてミカを取れた時は冬の雨の降る一番寂しいミカが一番寂しい季節だったんですけど、次に訪れたのはミカが一番キラキラした、それは5月のおかえり祭りのね季節だったんです。でおかえり祭りの日に由美子さんと千恵子さんとね、あと辻川さんもね今日来てるかな、うん、4人で行って、それでちょうどその時にミカ花駅で待ち合わせた時に千恵子さんが牧さんのお手紙をね見せてくれて、そしたらまだ東京に出てきたばかりで芽が出ない頃のね、まだ修行時代の牧さんのお手紙で、なんかやっぱりふるさととこうね断ち切られてしまった気持ちがするっていうことを書いていて、うん、で5月のお祭りには帰ろうかしらっていうその一行がすごくグッときて、牧さんってこうね都会の音楽っていうイメージじゃないですか。だけど決してふるさとと切れていたわけではないんだっていうのをねすごく感じて、そんな牧さんの青春時代をテーマに作った歌でバッチャメロブルースというのバッチャメロというね言葉初めてその牧さんの元花中の千恵子さんが教えてくれたんですけど、バッチャメロね、おてんば娘っていうのはねやんちゃとかね、おてんば娘っていう意味で、マキさんってこう黒のマキシドレスを着てそんな運動なんかしなさそうじゃないですか、気だるいね。でも少女時代すごい活発で、倉ヶ岳っていうね山があるんだけど、三河は中学でしたっけ、中学の時にね脱落する人もいる中頂上までねひょひょひょって登っちゃったり、あと校内ソフトボール大会で千恵子さんがキャッチャーをやっていて選手もいたんだけど、一人足りないんでえっちゃん、あ、牧さんの方も皆さんご存知の方多いと思うんですけど、森本悦子さんです。えっちゃんちょっと加わってって言ったら、いいわよって言ってきて、みんなはこう運動着着てるんだけど、牧さんセーラー服のままソフトボール大会に参加して、でそこにこう強烈なライナーがね牧さんの守ってるところに来て、あ、もうこれは千恵子さんお金も抜けたなと思ったら、そのえっちゃんこと牧さんがセーラー服の横飛びになって弾丸ライナーをね超ファインプレーでキャッチしたっていうか、だからだ、そう、六本木の屋上があるんで、ノブね、私ソフトボールこうやって壁に当てて、パッ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 って、そんなことできるんだって、運動神経があるんですかね、承認もいますね、足らないね、皆さんすごい活発で、それでさっき由美子さんの話でも出たけども、すごく足が綺麗だったという、あ、萩原さんの話だったかな、足が綺麗だったのね、そうで、その超ファインプレーでセーラー服のままキャッチしたんで、そのパサッとスカートがめくれて美しい足が一瞬バッチリね見えたというね、足が自信ないんで足が自信ないんでね、肩は出しても足は見せませんちょっとね、そんなこんなでバッチャメロブルースというのをねやってみたいと思います。粋な歌が流れてくる、ポケットには少しの小銭、アパートには国から来たたった一枚の年賀状、何もかも断ち切ってここまで来たのに、何一つ叶えられず今日もまた過ぎてく、だけどあんたは言う、お前そんなに弱じゃないはず、倉ヶ岳を登った足でコンクリートの壁をよち登れ、5月の祭りの
さな男のラッパが好きさ。子供の頃ただこうやれた。弾丸ライナー受け止めた。スカートの裾離りまくれ。バッチャメロあなたに笑われた。あの頃は若すぎて好きだと思う私は言う。あんたそんなに弱じゃないはず。そこで生きる覚悟決めた。あんたのために打ったブルース5月の夏日の頃には帰ろうかしら。おかえり祭りのあなたに会える気がして。祭りの後は一人行くさ。旅人みたいに笑ってね。だけどいつも心の中じゃあんたのあの歌あの笑顔あの山あの川あの笑顔あの海あの空あの笑顔あなた